はい、パズル問題でございます。今回ですね、 X がこのなんか2乗根とか4乗根とか8乗根とか入った、分母がごちゃごちゃした数なんですけど、これを X と置いたときにですね、 X たす1の16乗を求めようという、そういう問題であります。で、まあ、これもちろんここにプラス1をして、これ丸ごと16乗みたいなふうにやってるとものすごく大変になるので、この16乗とかの計算に突入する前にこの X について何らかの工夫をしなさいというふうになるわけです。で、これ今回ですね、とりあえずまず最初の一歩として、なんかこれ分母有理化したいですよね。なんか分母を有理化すると、何か嬉しいことが見えてくるんじゃないかということで、最初の一歩 としてですね、まず分母の有理化をちょっとやってみましょう。で、この辺りのね、ところも、まあ、有理化しなきゃいけないかなというふうになるんですけど、まあ、とりあえず一番簡単なこの部分ですね、ルート2たす1分の、1みたいな、感じだと考えてですね、これの相方として、ルート2引く1を、まあ、分母分子にかけるというようなことをまずはやってみましょう。この部分にですね、まあ、これ分子1なんですけど、まあ、ちょっとこういうふうに考えましょうか。こういうふうにね、1かける1かける1とね、いうふうに考えて、この部分に、分母分子ですね、どう書いたらいいかな、分母にルート2引く1倍で、分子にも、ルート2引く1倍というふうに、しましょう。そうするとですね、どんな格好になるかっていうと、この最初の部分については分母が、これ2乗引く2乗の形になりますから、これ2引く1になるわけですね。2引く1で、分子についてはルート2引く1という形になるわけです。そしたら後ろにね、まだこのわけのわかんないやつが、残ってるわけですけど、こういう感じですね、こういうわけのわかんないやつが後ろにいっぱいまだ残ってるわけですけど、ここでですね、このルート2引く1と、4乗根の2たす1っていうものをちょっとこれ関係を、考えてあげるとですね、4乗根の2というのはこれ2乗するとルート2になるわけですね。4乗根のルート2っていうのは、4乗根の、ルート2というのは、まあ、これは2乗してあげるとこれ2の4分の1乗の2乗ですから、まあ、これ2分の1乗で、まあ、これはルート2になるわけですよ。だからここ2乗してあげるとここと同じになるなというところにですね、目をつけてですね、あ、ここについて2乗引く2乗の形すればこことここなんか約分できるんじゃねというふうになるわけです。ということで、今度この部分について分母について4乗根の2引く1、ね、間の符号違いですね、こちらについても、4乗根のルート2引く1ということで、分母分子に4乗根の、4乗根の2引く1というものをかけていきたいと思います。後ろは今まだ何もやってません。そうすると次の変形でどういうことが起きるかというと、こっちにかけますけど、こっちは1ですね、2引く1は1、こっちはルート2引く1で、ここについては、これ2乗引く2乗なのでルート2引く1になるわけですよ。こことここ約分できて非常に嬉しい。はい、そしたらですね、じゃあ今度は後ろ側についても同じように考えてあげると、これ後ろ側もですね、今これこちらが分子に4乗根の2引く1って出てるんですけど、この4乗根の2というのは8乗根の2を2乗したものなわけですよね。だからここについても2乗引く2乗が出てくると嬉しいかなってことで、8乗根の2引く1を分母分子にこうかけてあげればいいわけですよ。こうやってね、分母分子かけてあげると、そうするとこれ格好としてはこちらがこれ2乗しますから4乗根の2引く1と、で分子については8乗根の2引く1というふうになるわけです。こういうふうになるわけです。だからとりあえずこの最初の部分をなんか有理化するとなんか嬉しいんじゃねって、嬉しいかもしんないなっていうことで恐る恐る変形してみて、でこちらがですね、ここについても同じような変形するとこことここに
同じものが出てくるっていうところに気づければですね、連鎖的にこれいっぱい消えてくれるということで、こことここ消えて、約分で消えて、こちらとこちらも約分で消えてくれて、結局ここしか生き残らないというふうになるわけです。なので8乗根の 2-1 と、はい、そうすると今 x が8乗根の 2-1 なので、 x 足す1というのは、x 足す1というのは、まあ、これは8乗根の2になるわけです。ということで8乗根の2を16乗せよというふうになりますので、これは2の8分の1乗の16乗で、2の2乗になって4だというふうに求まります。はい、ということで、これは分母の有理化をね、恐る恐るやってみると、ちょっと連鎖的に約分がいっぱい起きて、ちょっと気持ちいいという、そういう趣旨のパズルでございました。はい、ということで今回ここまでです。ありがとうございました。